チャンネルです。今日はですね、昼間にね、品川プリンスホテルのビュッフェ終わった後にですね、こちら、雷門の方に、来ております。浅草の方ね、これから散歩してですね、行きたいなと思います。行ってみましょう。名散歩です。はい、雷門です。すごくね、久しぶりに来ました。やっぱりね、すごく賑わってますね。皆さん写真撮ってます。じゃあね、この中撮っていきたいと思います。混んでる。鐘の下はこんな風になってるんですよ。鐘じゃなかった、提灯。いやー、ぎっしりですね。めちゃめちゃ混んでますよ。このね、左脇のね、通りに美味しいかき氷屋さんがあったりとかね、そういったお店もいっぱいあります。こういったね、人形焼き半額サービスなんかもね、やってます。だいぶ賑わってますね。やっぱりね、いろんなね、言語が聞こえてきますんで、外国人のね、観光客の方はいっぱいいますね。今ね、もう夕方5時40分なんですけどね、これだけの人がいます。ソフトクリームなんかも美味しそうですね。せんべいなんかも売ってますね。おかき高級せんべいになってますね。はい、この仲見世ね、商店街の一本ね、左側に入った通りのこの梅園さん、有名なあんみつ屋さんでございます。普段はね、かなりの長蛇の列で並んでますけどね、こういったあんみつだったりとかね、かき氷とか食べることができます。今日はね、残念ながらビュッフェ食べた後なので、お腹いっぱいということもあってですね、今日は見送りますけど、またね、機会があればぜひね、食べてるところをお届けしたいなと思います。じゃあね、浅草寺の方に向かいたいと思います。はい、スカイツリーですね。もうちょっとね、進んでいきたいと思います。こちら浅草のね、揚げまんじゅうですね。非常に列もできてて美味しそうですね。もんじゃとか桜とかさつまいもとかありますね。美味しそう。すごく人多いですね。コブナ町と書いてあります。こちら神王様ですね。雲行と呼ばれる。昭和39年に現在の宝蔵門の再建に際し、物資の村岡久作氏によって製作された総高 5.45m、 重さ約 1000kg、 木曽ヒノキ造りである神王様のご縁日は8日。身体の健全とかですね、災難厄除けの守護神であり、所持している金剛書は全ての煩悩を破る菩提心の象徴である。この神王様は宝蔵門にあって日々参拝所人をお迎えし、人々をお守りしているという記載があります。神王様ですね。はい、こちらの方がですね、神王様阿行と呼ばれるんですね。はい、神王様阿行、こちらもね、昭和39年に現在の宝蔵門の再建に際し、物資のこちら錦戸新幹線によって製作された、総高 5.45m、 重さ 1000kg、 木曽ヒノキ造りであると、神王様のご縁日はこちらも8日ですね。まあ内容としては、一緒でございます。こちらおみくじなんかもね、こちらにございます。
てお札を守り出ますね。はい、こちらね、煙浴びていきたいと思います。はい、ものすごい煙です。こんな状態です。はい、こちらの中ね、ここまで入れるのはね、久しぶりですね。いつもね、混み合ってここまで全然たどり着きません。こちらもね、夜だとライトアップされて非常に綺麗ですけどね、日中だとこんな感じです。じゃあね、参拝も終わりましたんで、これから浅草ロックスの方にね、向かいたいと思います。めちゃめちゃ暑いです。じゃあ行ってみましょう。屋台もいろいろ出てますね。ズワイガニ棒、こんなのまで今あるんですね。アンジ屋さん、フランクフルト、冷やしパインめっちゃうまそうですね。アイスみたいな感じですね。あと焼き串、バナナチョコ、はい、唐揚げ丸ごとジュースなんかもありますね。ジューサーにしてかけてそのままジュースにしてくれるんでしょうね。あちらのね、タワーみたいなの見えるのがね、花屋敷です。はい、すごいですね。風車がいっぱい並んでて、みんなね、浴衣で写真撮ってますね。いい感じです。はい、みんな撮ってるんでね、おじさんも混じって撮ってみます。はい、こちらのね、商店街を抜けますと、あちらの TX のね、つくばエクスプレスの方の浅草駅の方に出ます。浅草ロックスとかね、ある方ですね。ここら辺まで来るとね、やっぱり人の流れは落ち着きますね。一本ね、脇に行ってもいろんなお店があります。はい、商店街抜けてね、こっちはほら、このようにみんな飲めるようなお店がいっぱい出てきます。夏場はね、ここから隅田川の花火とか見れますんで、飲みながらね、場所取りをして、隅田川の花火に挑むというようなこともしております。奥に見える建物が浅草ロックスですね。はい、でこの通りはね、もう完全にのんべい横丁ですね。もう今4時ぐらいですけどね、みんなお店の前でね、もうお店の前に出てね、もう飲んでるような状況です。めちゃめちゃ羨ましい。美味しそう。やっぱこういう感じだとね、非常に楽しいですよね。同じようなお店が何軒あるんでしょうね。ここだけで相当ありますよね。30軒以上ありますかね。こういったね、蜂の巣とかね、牛すじ煮込みとかあります。ここも白レバーとか牛花見とかね、食べれますね。ハムカツとか。デリカパクパですね。ここのお弁当屋さんがね、めちゃめちゃ安いです。ボリュームもいっぱいあってね、お弁当250円。古くね、からやってるお店なので、こういうお店が長く続いてくれると嬉しいですよね。250円、しかもね、24時間やってます。
絶対便利です、ね。はい、まだねこういった浅草のね、園芸ホールなんかもありますね。でこちらがね、浅草ロックスとかね、ある地域になります。浅草のね浅草寺より左上だから、まあ北西側に位置するんでしょうかね。おそらく地図上だと北西側になると思います。はい、浅草のゴンチャの方に来ました。ここのゴンチャはね、原宿とかね、舞浜とか新宿とかと比べればね、非常にこのぐらいの混みぐらいでね、そんなに混んでなくてすぐ飲めますんでおすすめです。ちょうどこれ浅草のロックスのね、1階に店舗がございます。じゃあねこれからちょっと買って飲んでいきたいと思います。はい、無事にね今ゴンチャ買いました。空いてるとは言ってもねやっぱり10分ぐらいかかりました。ゴンチャすごいですね、恐るべしです。うまい。はい、じゃあね今日はね、浅草の方、散歩してきました。まあこういったね、浅草ロックスとかね、観光客だけじゃなくて地元のねお客さんもね使うような、お店があってね、元気な街だなと思いました。まだまだね浅草もこういう感じにね、賑わってるといいなと思います。なので今回の、ね動画が楽しかった、参考になった方、高評価ボタンとね、できればコメント残していってください。またねチャンネル登録よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。